注目の一戦を前にスタジアムはすでに興奮のるつぼと化しました。どんな結末が待って、気持ちよく晴れ渡った空が広がっています。実況は私西岡明彦、解説には福西崇史さんをお迎えしています。熱戦の続くリーグ戦、この試合は見応えのある試合になりそうですね。なかなかの好カードになりましたね。どんな展開になるのか、まずは前半から見ていきましょう。こちらがジュニアスの先発メンバーです。今日の陣形は一般的な 4-3-3 です。ウイングの位置の選手には攻守に貢献が求められます。こちらがアウェーチームの先発メンバーです。攻撃的な 4-5-1 ですね。中盤で数的有利が作りやすくなります。前半キックオフです。ダニク、ジュニアーズサイドのスペースを使います。マイナスのクロス、このボレーは惜しくも入りません。ダイレクトで見事に蹴りましたが、運がなかったですね。強い、体をうまく使います。ボールを取った。ここは慎重にプレーしたい。うまくつないでいましたが、ここでボールを失いました。ダニク、抜いてきたぞ。ここは枠を捉えきれません。バーンズ、キャンベル、バーンズ、ここで取り返します。いいタックルでした。
サイドから攻め上がっていきます。前にスペースがありますね。決まった、ゴールだ。ゴールが決まった。リードを奪いました。鮮やかなゴールですね。ディフェンダーをものともしません。フィニッシュも冷静でしたね。鋭いタックルです。ボールがこぼれている。キャンベル、ボールを失いました。ジュニアス、ここでボールロスト。カウンターのチャンスが巡ってきた。キーパーがボールを取りに行きます。このパスは通しません。タックルで取り返した。さあどう来るのか、どう出てくるか。ボールはバーの上、キーパーが弾き出しました。中に入れた。ここはキーパーが見事に対応。このパスはわずかにタイミング合わなかったようです。相手ボールのスローインです。ここでボールを失いました。キャンベル、ボールを前に運んでいきます。ここからどう展開していくのか。先ほどのタックルでどうやら怪我をしたようですね。さて、まもなくハーフタイムを迎えますが、試合をリードしているのはジュニアーズです。1点とはいえ、しっかりリードしたことはチームの連携が機能している証拠ですね。このままハーフタイムを迎えられるよう、ミスには気をつけた方がいいでしょう。シュートを外した。これは痛恨のミスか。おっと、これはキーパーのミスでしょうか。インターセプトされました。ボックスの選手に合わせました。前半が終了しました。ハーフタイムに入ります。福西さん、前半のこの選手ですが、プレーを見る限り調子は良さそうですね。ゲームをリードするゴールを決め、前半の主導権を取りました。後半はどのような試合になるでしょうか。キックオフです。
ここはよくスペースが見えていました。チャンスとなるコーナーキックです。ここで追いつきたい。ここで選手を変えようとしています。ゴール前に入れた、決まった。ネットを揺らす見事なボレーです。ではリプレイを見てみましょう。お手本のようなコーナーキックですね。そしてこのフィニッシュ、この距離ならまあ決めてきますよね。何があったんでしょうか。タッチラインからボールを出してしまいました。バーンズ、強烈なタックルです。裏へ通った、決まった。ゴール。これで再び1点リードです。いい形でのゴールでしたが、キーパーにとっては災難でしたね。一人では対応しようがありませんでした。1点のリードが余裕を与えていますね。同点だった時よりも落ち着いています。ここでパスカット。AS モナコが新しい選手を獲得すると噂になっていましたが、やっと確定したようですね。はい、この補強は大きいですよ。今後が楽しみです。さあ、アタッキングサードに入ってきました。相手のゴールを狙っていきます。サイドのスペースを使ってきました。キャンベル、じっくりボールを回しながら同点に追いつくチャンスを伺っています。サイドにスペースが空いています。これはいいところに通してきました。同点になるのか。素晴らしい反応でキーパーがボールを弾き出します。絶好の同点チャンスでしたが外してしまいました。これは悔しいでしょうね。シュートを狙う。このピンチをタックルで防ぎました。これは見事なインターセプト。いいところへ出しました。見事なセーブでゴールを死守。キャンベル、さっきのゴールキーパーのセーブがなければ今頃は2点リードになっていたでしょうね。さあ、ここはキーパーのファインプレーに報いたいでしょうね。ここで相手ボール。相手陣内でインターセプト。コントロールを誤ったのか。これはコーナーキックになります。
ここで先ほどのプレーに対しての警告です。カードが提示されました。コーナーからエリア内へ。これはミスでしょうか。クリアできていません。このボレーは惜しくも入りません。ダイレクトで見事に蹴りましたが運がなかったですね。ここで選手交代があります。後半の45分もそろそろ終わりが見えてきました。今のところ試合をリードしているのはホームチームです。2点取っているものの失点もしているので油断は禁物です。ここからは時間をどう使っていくかが大事ですね。相手は速攻が中心になるのでボールを持たれた時には早めにチェックに行って前に運ばせないようにすべきでしょう。ボールを狙ったタックル。ここは突破を狙う。絶好のチャンスでしたがリードを広げることはできません。福西さん惜しかったですね。はい、この時間ですから決定的な追加点になったんですけどね。試合終了まで1分も切りました。綺麗なタックルです。高いパスが味方に出る。ああ、今のはオフサイドですか。本当に微妙なタイミングでしたね。通っていればチャンスという場面でした。試合終了。ホームチームがこのリーグ戦で勝利を収めました。なんとか1点リードを守りきりましたね。こういう試合をものにしたことは自信につながると思います。季節も期待できそうですね。福西さん、この選手は今日の試合では随所にいいプレーを見せていましたよね。拮抗していた展開からこの人の勝ち越しゴールで流れが変わったんでしたよね。この試合の勝利に大きな役割を果たしたと思います。Just a moment of your time. Thanks very much.